中井徳次郎5月29日から1991年12月19日は、三重県出身の政治家。三重県上野市の市長だった。日本社会党に所属して、衆議院議員を6期務めた。長男の中井広も衆議院議員となった。三重県立上野中学校、第8高等学校を経て、京都帝国大学法学部卒業後、高等文官試験合格。満州に渡り全満州の電気供給事業を統制して、電力、電灯の供給事業を独占的に行う満州電業株式会社に入社。企画主計課長、文書課長を歴任した後、長男の広が満州で誕生した。終戦で三重県に引き上げた。1947年に、全国で最初の日本社会党の公認候補者として三重県上野市長に当選し、以後2期革新的な施政を行った。上野市長としては伊賀地方の観光産業の育成と伊賀上野の魅力をアピールすることを目的に伊賀上野世界子ども博覧会を開催する。1952年3月15日から5月15日の期間に開催されて、博覧会の会場は伊賀上野白鳳公園で、主催者は伊賀上野市であった。講演者は三重県、滋賀県、京都府、奈良県の各近隣府県で、三重県教育委員会、滋賀県教育委員会、京都府教育委員会、奈良県教育委員会の各府県の教育委員会であった。協賛者は日本国有鉄道、近畿日本鉄道株式会社、日本交通公社、三重交通株式会社。開催の前の年である1951年8月、伊賀上野市議会で博覧会の開催を提案する演説で、博覧会の赤字経営による損失の覚悟は約500万円ぐらいであると市議会で議員に説明をした。2期目の任期途中である1953年に日本社会党から第26回衆議院議員総選挙で初当選する。社会党派に所属した。1955年10月13日に社会党再統一がされた直後の第27回衆議院議員総選挙で再選される。1958年の第28回衆議院議員総選挙では自由民主党が公認5人と推薦無所属2人の合計7人の定員オーバーの状態であり、同じ選挙区の31区から日本社会党の2人目の公認候補として小林正美も出馬したが、亀山市を境界に四日市市を中心とする北部は新人の四日市市出身の小林正美候補で、伊賀谷市などの南部は現職の中井徳次郎とする地盤割が成功して共に当選した。1960年の第29回衆議院議員総選挙では、小林正美が選挙前に急死して、未亡人の小林千津が代わりに出馬、同情票がたくさん集まったことから当選して、中井と自民党の川崎秀治が落選する番狂わせが起きた。中井が日本社会党内の浅沼京子と、同様未亡人は一期までの女性差別意識から、小林千津の日本社会党の公認候補として、衆議院議員選挙の立候補を辞退させた。小林千津の立候補を辞退させたことで1963年の第30回衆議院議員総選挙では6万票のトップ当選で返り咲き、以後1967年の第31回衆議院議員総選挙と1969年の第32回衆議院議員総選挙でも連続当選を果たした。当職として日本社会党の三重県連合会長、党中央執行委員、中小企業局長、政策審議副会長、国会対策副委員長の役職と、四日市喘息の公害問題では、地元、三重第一区選出の議員として日本社会党の公害対策委員長を務めて、公害問題の解決に尽力した。自治族議員とも言うべき、地方行政の専門家だった。満州時代の経験から、日中友好のために、日中貿易促進議員連盟理事を務める。社会党派の川上派に属して、三宅昭一と河野密かと親しかった。三重県の日本社会党支や三重県、選出国会議員や位制年間の内容である。イギリス労働党の穏健社会主義者として民主社会主義を目指したが、社会党執行部は成田知美委員長以後に左旋回して、社会党左派による労組中心のマルクス・レーニン主義の政党となっていた。社会党派の議員として、社会民主主義や民主社会主義などの革新政策を目指していたが、日本社会党の三重県連会長を務める中井の対抗馬として、1967年1月29日の第31回衆議院議員総選挙で新人で、社会党左派の福島茂之を樹立して、1969年12月27日の第32回衆議院議員総選挙で、労組出身で、社会党左派の田口和夫候補を三重第一区に立候補させた。党執行部と対立した結果、徳次郎の秘書を務めた息子の弘と共に、社会党を離党する。長男の中井弘は、民社党に移籍して、中井家の世襲議員として、社会主義穏健派の後継者となった。三重県民は天皇制反対や神道否定に対するアレルギーが強くて、天皇や宗教的な面では日本で最も保守的な都道府県であり、戦争犯罪や護憲を唱える左翼は三重県民には支持されず、左翼が神聖視する日本国憲法などの護憲思想や人権主義教育を左翼が行っていても、三重県では日本社会党の左翼的な政策は支持されず、左翼に対するアレルギーが強かった。三重県の日本社会党は貧困などに悩み、労働問題に関心や興味がある貧困層や企業や自治体の労働組合員から社会主義思想が支持されて、三重県の貧困層からの支持を得ていた。三重一区内の代表殿の四日市市で、四日市喘息が発生したことで、公害問題を扱う。環境政党として革新的政策を唱える政党に変貌して、特に四日市市民を中心に三重県民の支持を得た。日本社会党が公害問題が深刻化する状況下で公害被害者の味方である革新政党としての役割を果たして日本社会党が勢力を拡大した。三重一区では自由民主党が財界が支持する。四日市コンビナート企業側の保守政党で、日本社会党が四日市喘息の公害患者側につく革新政党としての構図が成立して、三重県の政治思想は四日市公害問題をめぐって、保守勢力と革新勢力が対立していた。社会党派の中井徳次郎は民主社会主義思想の持ち主で、福祉政策や環境政策を重視する革新的な政治家であり、社会党左派の田口和夫は、マルクス・レーニン主義的な思想を持つ労働組合からの支援があり、左翼思想者からの支持があった。片山明など社会党右派や民社党の政治家と同様に、中井徳次郎は天皇制を支持する天皇制社会主義者であり、左翼的思想の持ち主ではなくて、福祉を重視する革新主義者であった。以後4男で読書好きであった。初江夫人とは3人の男子に恵まれた。長男の中井弘が後継者として衆議院議員を務めた。三男の中井彰は財務官僚で著書で、やぶにらみ金融行政がある。ありがとうございます。